FM Sac Daira Sport Special Program 第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会実況生中継第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会小諸市武道館から実況生中継です。 FM 佐久平中村哲郎です。今日の試合を解説してくださるのはこの方です。松本工業の上本圭介先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。日本武道館で3月20日21日行われます全国大会の長野県予選になります。先生、小諸の武道館といえば本当に全国大会出場を志し長野県大会が行われるいわば長野県高校柔道マンがこの大会で集う聖地ですが、上本先生、いよいよ今日団体戦決まりますね。出場するチームが、いや非常に楽しみで、はい、最後まで見させてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会 FM 佐久平制作でお届けします。こちらはユーストリーム配信で映像プラス実況プラス解説お楽しみいただけます。 FM 佐久平のホームページからユーストリームのバナーがありますのでぜひクリックしてください。そしてですね、生放送をお聞きの皆さん、ぜひですね、母校が準決勝に残っているエールを送りたいという方は、メールでもですね、受け付けております。 FM 佐久平のホームページトップページからメールも受け付けておりますので、ぜひ、メールを送っていただきたいと思います。また FM 佐久平地上波放送はもちろんサイマルラジオを通してスマホなどサイマルラジオを通して長野県内はもちろんですが全国の皆さんが聞くことができます。柔道ファン、長野県以外で聞いている皆さんもいらっしゃるかもしれませんけどもね、映像と一緒に合わせて楽しんでいただきたいと思います。さあ、これから男子団体準決勝2試合、女子決勝、男子決勝の順番で試合が行われます。男女ともに優勝したチームが全国大会出場の権利を得ます。選手権、日本武道館の畳を踏むのはどのチームか、上本先生、よろしくお願いします。それでは準決勝に残っているチームをご紹介します。ですかね、お願いします。はい、では、東海大三高等学校、1回戦より、丸子中学館抹消学園に勝ちまして、準決勝に上がっています。松本第一高校、1回戦より長野立志館長野日大高校に勝って準決勝に上がった。佐久長聖高校が、長野高専、長野工業高校に勝って準決勝に、松代高校が、上田千曲高校、OID 長姫高校に勝って準決勝に、男子は上がっております。はい、女子は決勝2チームが残っています。紹介お願いします。はい、女子については、抹消学園が、松代高校に勝って、決勝に、佐久長聖高校が、長野日大高校に勝って決勝に上がっております。はい、男子4チーム東海大三、松本第一、佐久長聖、松代、そして女子決勝に残っているチームは松代学園と佐久長聖ということになります。そしてラジオを聴きの皆さん、映像をご覧の皆さん、今大会、柔道の初めてこうラジオ実況映像で FM 佐久平で聞いているという方もいらっしゃると思いますが、上本先生、競技規則今大会についてお願いします。はい、男女ともに試合時間は3分間で行います。男子については、先鋒、次鋒、中堅、副将、大将の順に、5人が出場しまして勝ち抜き戦にて行います。はい、優勢勝ちの判定基準は有効または僅差以上とします。一本勝ちはもちろん技ありでの、優勢勝ちも含まれます。なお僅差勝ちについては技による得点差がない場合、指導の差が2つ以上で僅差勝ち、勝利となります。勝ち星が同等で試合の内容が同等の場合は、代表選手1名を出しての代表戦となります。続いて女子をお願いします。はい、女子の試合については先鋒、中堅、大将の、点取り試合で、行います。先鋒は52キロ以下、中堅は63キロ以下、大将は無差別で、各校が代表を選び、点取り試合を行います。先鋒、中堅、大将、基本的に勝ち数の多いチームが勝利とします。勝ち数が同等の場合は一本による勝ち数が多いチームで勝利を決め、それでも決まらない場合は技ありによる勝ち数の多いチーム、有効による勝ち数の多いチーム
という基準で内容差を判断、上回ったチームが勝利となります。はい、男子は勝ち抜き戦、そして女子の試合は1対1総当たり戦ということになります。代表戦で得点差がない場合はどうなるんでしょうか。はい、代表戦を行った上で、得点差ない場合は延長戦ゴールデンスコアにより勝敗を決します。延長戦については時間無制限で行います。と、試合場のサイズについては赤畳の内側32畳とし、赤畳からは場外、開始戦からの試合開始となります。はい、さあ競技ルール理解していただけましたでしょうか。ユーストリーム配信でも行っておりますので映像と合わせてお楽しみください。そしてラジオを聴きの皆さん、ぜひメールで、選手の皆さん、自分の母校を応援していただきたいと思います。第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会、小諸市武道館から実況生中継です。この後東海第三松本第一の試合からお伝えしてまいります。海本先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではいよいよ試合開始です。さあ、ここからはラジオを聴きの皆さん、映像を聴きの皆さん、映像をご覧の皆さんですね、お届けしていきたいと思います。上本先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、東海大三なんですが、先方は小林、次方は下草、中堅に下形、副将に三村、大将に平林です。松本大地は先方平川、次方手塚、中堅茂木、副将深沢、大将は木崎です。はい、いやー、共にですね、本当に東海大さんは、小林が73キロ級、平林が81キロ級、三村が90キロ級、昨日の個人戦で長野県代表に選ばれています。松本大地は木崎が無差別、茂木が60キロ級で個人戦を制しています。まあ、個人戦ともに本当に日本武道館のですね、切符を手に入れているチーム、まあ、強豪同士の2強ということになりますね。そうですね。準決勝で当たるのもったいないんですが、それも組み合わせなので。はい。さあ、東海大三、先方は小林、松本大地は平川です。さあ、組手争いです。さあ、小林、いやー、ともい投げ、体を崩して寝技に行きます。さあ、寝技を仕掛ける東海大三、小林ロックをしてひねられれば、これは負けが入りました。積極果敢に攻めているのは東海大三、小林と平川の試合です。先方同士の戦い。さあ、内股に入ろうとするが、平川積極果敢に内股に入ろうとしますが、やはりこれは組んでから技をお互い掛け合う好勝負となってますね。そうですね。さあ、東海大さん、足を伸ばします。の方が前出てる。さあ、小林背負った。これはポイントにはなりませんが上になります。寝技での勝負はしません。待て。試合は3分で行われます。残り2分20秒平川、これは巴の背合いから、これは腕が危ないぞ。関節決まるか。どうか、小林関節を仕掛けているが、あ、うまく抜きましたね。腕をほどけました。待て。準決勝第1試合、東海大三、そして松本第一のゲームです。先方同士の戦い。小林背負った。これは決まらない。小林選手の方が積極的に技をかけてますね。さあ、小林選手、東海大三、巴投げからの寝技のパターンというので小林選手は応戦してますね。ね。松本大地は平川、上になりますが寝技に行くことはできません。しかし平川選手も本当にいい動きを準決勝まで見せていましたから ね。寝技も非常に得意としているので、うまく引き込んで後ろ背負った。さあ、東海大三の小林には背負いがあります。今左の背負いですがポイントにはなっていません。ここで指導が平川に与えられました。指導ですね。はい、背負った。背負いから寝技というパターン、東海大三、小林上になります。帯を取って帯と襟でひっくり返そうと試みますが、ここで待て。平川選手どうしても受けに回ってますので、はい、なんとか先に持って早くかけたいですね。もう東海大三、小林の準決勝の意気込みというのは感じられますね。ゴーチアリー、これはかかりません。残り1分14秒先方同士の戦い。平川選手はあの上の状態から寝技で攻めるのが得意なので、そこのところで逃がさないように抑え込みたいというところが狙いだと思うんですが、小林選手もそれをさせないように動いてますね。背負いから巴投げ、そして寝技に持ち込むパターンでなんとかポイントを取ろうとしている東海大三、小林です。
松本大地の平川、なんとか組んでから自分の技を出していきたいところですね。そうですね、身長差があるのでなんとか引き込みながら相手潰して寝技に持っていくというのが平川選手いい攻め手なのかなと思いますが、松本第一高校は指導が1つ平川についています。指導は2つ以上で僅差判定となりまして勝敗の行方を左右することになります。東海大さん小林に対し平川奥襟を狙いに行く、奥襟を取ったが奥襟を取ろうと生き様小林が背負い、そして寝技に持ち込みます。さあなんとか寝技上になって平川行きたいところですが、ここで待てです。ここまでの試合展開いかがでしょうか、上川先生。そうですね、積極的に小林選手は平川選手が奥襟を取ろうとしているところをうまく技をかけて引き込んで寝技に持っていくというところで、流れは小林選手の方が持っているのかなと思います。さあ残り30秒となりました。試合時間は3分で行われます。帯と襟を持ってひっくり返そうとしますがうまくいきません。準決勝ですと、はい、そうですね、指導差についておりますので、はい、小林選手平川に指導がもう一つつきましたね、はい、指導差2以上でポイントとなります。僅差判定の対象となります。このままいくと東海大さん小林が逃げ切るということになりますが、はい、さあ一つ技がポイントがあれば逆転が可能なのが柔道団体戦です。さあ残り10秒、上になっているのは小林です。このまま試合時間が経過するのか、残り5秒、待てが入りました。残り秒数は2秒です。東海大さんと松本第一の試合、準決勝第一試合です。さあ先方同士の戦い、指導差が2ついていますので、これは小林が先方戦勝利したということになりますね。僅差勝ちで小林選手の勝ちですね。指導差2つ、なんとか平川選手は引き分けに持っていくというのが作戦じゃないかなと思ったんですが、どうしても先に攻めれなかったというところで指導を取られてしまいましたね。はい、さあ服装を正して先方戦、受講で控えているのがこの松本大地、手塚選手、はい、非常に重心低い選手なのでしっかり受け止めながらなんとか小林選手止める、さらにはポイント取ってタイに持ち込みたいというのが松本大地じゃないですかね。はい、僅差判定で先方戦同士の戦い、小林と平川は小林に軍配です。僅差判定でまず一人抜きました。松本大地候補は次方の下佐が入りました、松本大地候補手塚が入りました、はい、小林と手塚の戦いです。松本大地高校は次方の手塚です。重心が非常に低い選手。さあ2人目の戦い、先方の東海大さん小林、どんな試合展開か。身長差は同じぐらいですが、ですね、体重で松本大地高校手塚が、おっとこれは手を取って有効です。小林有効取りました、小林に有効ですね。はい、東海大さん小林うまく潜り込んでひっくり返しましたね。腕を取ってひっくり返しました。さあ有効一つリード、東海大さん小林。松本大地高校の手塚選手は止まってると、これは袖釣りですね。袖釣りを積極的に臨みましたが、これはうまくかかりません、うん、上に乗っているのは松本大地手塚です。重心が非常に安定している選手、顔を2度3度と叩いて気合を入れます。手塚これはポイントを取られてますからね。そうですね、時報で止めたい。先方は東海大さん小林、1人抜いて時報は手塚です。松本第一上になります。手塚待てがかかりました。試合時間は3分で行われています。残り時間は1分51秒。さあここで指導がつきました。手塚に指導です。やはり小林選手の方が組み手が速いので技を仕掛けるのが先手先手となっているので、手塚選手どうしても受けに回って指導を取られてしまいますね。準決勝第1試合序盤は東海大さん有利に試合が進んでいます。また今背負い入ってですね、はい、東海大さん先方の小林が1人抜いて次方戦、松本大地は次方の手塚です。今でもどんどん試合の展開が早くなっているので、はい、ポイント取れなくても積極的に技をかける
しっかり持って投げ続けるっていうのが、まあ、結果として相手に指導を与えることになって勝利取れるということになっていきますので、はいはい、しっかり練習している学校は しっかり攻めることができるのかなと思いますね、はい。松本大地手塚がですね今巻き込み技を見せましたけれども、待てがかかり試合再開です。残り1分11秒。さあ東海大さん、小林有利に試合を進めています。巴から引き込んで寝技に持っていきたいですね、はい。これは一つの小林のパターンになってますから ね、東海大さんのね、それをかいくぐって寝技もしくは立ち技に、持っていけるかというのが松本大地手塚ポイントになりそうです。さあ残り53秒、小諸市武道館から実況生中継です。優勝したチームが日本武道館に行くことができます。長野県大会準決勝第1試合、東海大さんと松本大地の試合を実況生中継。さあこれも背負い投げ、背負い投げから体を上にする覆いかぶさって寝技に持っていきます。東海大さんの小林、防戦一方松本大地の手塚、ここで待てがかかりました。残り35秒。さあここまでの試合展開、上本先生いかがでしょうか。ですね、松本第一高校の手塚選手、しっかり組んで引き寄せながら払い腰、内股攻めたいようなんですが、その前に組み手で、東海大さんの小林選手に、組み手取られて先手先手と攻められて、なかなか決め手に欠ける感じですね、はい。東海大さんの小林雄介監督は大会前に話していました。去年は日本武道館の夢持っていたが果たすことができなかった。先輩たちの雪辱を晴らしたい、そんな気持ちで練習に打ち込んできた、全てをかけたいと話しています。松本第一高校津金武俊監督、駆け引きなしの攻撃柔道、1年生主体の団体戦のチームだが一生懸命戦っていく、狙い日本一ということで、両監督の大会前のコメントがありました。さあ松本第一高校は手塚、東海大さんは小林です。さあこれは飛び込んで小内刈りを狙いましたけどね、はい。さあこれは手塚が上になりましたが、寝技勝負にはいきません。もう残り秒数考えると23秒ですから ね、やっぱポイント取らなきゃいけないというところでは投げ技の方がポイントにつながりやすいですよね。さあ東海大さん先方、小林がポイントリードです。さあ小林がポイントリード、有効ポイント1つリードしています。手塚は食い下がることができるか、残り9秒。捕まえて引き寄せたいですね、手塚選手は。さあ松本大地手塚積極果敢に行きますが、体をかわします。指導がつきましたね、はい。故意に組み合わないというのは指導に。ここで試合終了。これは有効ポイントが取っておりますの です、ね、2人抜きということになりますね、はい。東海大さん先方の小林、2人抜きです。さあ注目の準決勝第1試合、東海大さんと松本大地の試合、ここで中堅が出てきます、はい。さあ松本大地高校中堅、松本大地高校茂木選手は60キロ級個人戦、昨日の試合制してますね、はい。非常に技の切れるいい柔道やる選手ですので、まあ、小林選手これ3人目なので、はい、動きについていけるかが勝負のところですね。さあ小林選手に指導が一つつきました、はい。茂木選手は全国中学校総合体育大会、中学校3年生の時に全中で5位という記録を持っています。注目の1年生、昨日行われた個人戦では60キロ級を制しまして、日本武道館に行くことが決まっています、はい。東海大さん小林先方、なんとか抜きたい松本大地中堅茂木、まあ、ここまで本当組手争いでもう常に精神、茂木選手が有利な試合展開ですね、はい。なんとか小林選手しっかり受け止めて、2本持ったところでしっかり技をかけたいという思いがあるでしょうけど、茂木選手の方が先に先に動いてますね。まあ、松本第一高校としてはもう2人抜かれてますから ね、 そうですね。ここでなんとか止めるか、はい、もしくは勝利を収めたい、うん。ここで試合中断ですね。小林選手の口が切れたような感じですかね、はい。大丈夫でしょうか。さあ試合開始です。残り2分15秒、背負った、しかしこれは決まらない。上になっているのは東海大さん小林です。このままだとまた小林選手の方に指導が行ってしまうと指導の2がつきますね。小林奥襟を取ったが、そうはさせると体をかわします。茂木、さあこれは喧嘩四つになってますからね、今のところね、はい。
さあどうか、頭を下げる小林、茂木、松本大地、茂木が上になりましたが、ここで待てです。1分51秒。技が切れる、体は小さいが技が切れる茂木。さあここまで順調に勝ち進んできた東海大三小林、どうか、上になっているのは茂木。しかしここで待てです。立ち技で勝負を挑みますね、茂木はね。ですね、動きでなんとか止めて、右足体落としの形です。攻める形を作って、茂木選手動きいいですね。そうですね、残り1分30秒です。しかし技のポイントはまだありません、背負い投げ待てです。背負い投げで体が崩れて待てがかかりました。さあ1分25秒。ここまで東海大三小林、先方時報と抜いて中堅戦です。松本大地、中堅は茂木。だいぶ小林選手疲れてますね。まあ松本大地としてはなんとかここを止める、もしくは抜きたい、ここで指導が入りました。指導差がこれで2つになりました。僅差判定の基準になります、ね、さあ茂木が有利に試合を進めています。小林、これは技をかけてポイントを取るしかありません。東海大三先方の小林、ね、背負った、しかし内股で応戦、体が崩れて技はかかりません。上になっているのは茂木ですが、ここで待て、はい、小林選手とすればこのまま行くんであれば少しでも茂木選手を疲れさせる、できればポイントを取りたい、こんなところでなんとか立ち技で勝負をしたいっていう感じですかね。まあ、このまま行けば茂木選手が抜くことになりますから、はい、松本大地としてはまあ勝つことが前提、勝ってほしいという思いが強いでしょうね、はい、さあ背負いになります、上になります茂木。襟と帯を持ってひっくり返そうとしますが、ここで待て、残り47秒です。このまま相手を引き込みながら下の方に潜り込んでひっくり返せれば抑え込みに行けたんですけどね。さあ東海大三、ここまで2人抜いている小林、指導を2つでポイントリードされています。このまま逃げ切ることができるのか、松本大地、中堅は茂木です。さあこれは積極果敢に寝技に行く、待てがかかりました。残り28秒、小諸市武道館から実況生中継です。準決勝第1試合、東海大三と松本大地のゲームです。さあ東海大三、小林、奥襟を取った、ここは待てですね。まあ、やはり残り22秒ですから一発狙いたいところですね、小林選手は。さあどうだ、奥襟を取って振り回す、さあどうする、寝技に行くのか、これは立ち技を選びました。残り13秒、形で攻め続けていれば茂木選手にはまだ指導が入ることもありますので。そうですね、ここで指導1つ入ると、はい、指導2つ以上にはなりますが、さあそうです、ね、どんな判断をするのか、入ってしまうと、さあ主審はどんな判断をするのか、指導の差が1つになってしまうので引き分けという形になりうる可能性もありますね。さあ僅差判定なるか、そうはさすですね、組み合わないということで、茂木に指導が1つ入りました。僅差判定の対象にはなりません、はい、残り7秒、ポイントを取った方が勝ち進む、ここで試合終了です。茂木選手は僅差を守りたいところでしたが、指導1つ返されました、ね、最後のところ少し距離を取ろうとして離れすぎましたね。東海大三と松本大地、準決勝第1試合をお届けしています。実況生中継です。ユーストリーム配信の方では映像もお届けしています、ぜひご覧ください。さあ先方小林、東海大三、松本大地、中堅茂木、これは引き分け、はい、ということになりますね。松本大地とすればこのまま本当は茂木選手が勝って次の次鋒戦に臨みたかったと思いますけど、引き分けです。さあ引き分けとなりました。さあ東海大三、ここまで序盤有利に試合を進めています。東海大三と松本大地の試合、さあ次鋒出てきたのは東海大三、下房、そして副将に出てきているのは深澤です。松本大地、下房と深澤の試合、これは喧嘩四つになりますね、はい、下房が右組、松本大地郎が、深澤選手が左組ですね。喧嘩四つの形になっているので、なかなかお互いに技入るのは非常に難しいですね。
松本第一の深澤は本当に準決勝までいい動きを見せていました。試合巧者というイメージがありますが、やはり力と力のぶつかり合いという感じですね。内股、体は浮きましたがポイントはどうですか、はい、ありませんね。腹ばいなのでポイントつかないですね。はい、東海大三種の差一発があります。重心が低い選手、身長は大体同じぐらいですが、体重で上回っているのは下総です。東海大さん、さあ負傷の松本大地、深澤どうだ。深澤選手もなかなか動きが取りづらいという感じですね。まあ喧嘩打つだけにパワーで上回る下総は脅威ですね、はい、松本大地の深澤にとってみると、はい、どうしても動きが十分取れないので、なかなか飛び込むっていうのは、深澤選手背負い投げ等も非常に技が切れるんですけど、あのまま引き寄せられちゃうと体が回らないですね。しかしポイントは一つでも返しておきたい、はい、ここはなんとか抜きたいでしょう松本大地、はい、しかしそうはさせじと東海大三次方下草が立ちはだかります。さあここで指導が松本大地、深澤につきました、はいはい、もうこれは攻めるしかないですね。ですね、ここでもうこれ以上取られるのは松本大地にとっては非常に痛いので、はい、なんとしても深澤選手ここは勝ちに行く。指導は2歳以上で僅差判定の対象となります。技をかけていない、そう取られると指導が来ます。ここは攻めるしかありません。松本大地、深澤、深澤選手はもうどんどん動いて、下総内股から小内刈りの連携、はい、体を崩しましたが、本当にヒヤッとする、松本大地からするとヒヤッとする場面というのが多く見られますね。はい、やはりこの団体戦になると体重の軽いものっていうのは一発でやられる可能性もありますので、大内小内連携技、内股、はい、この内股が怖い下草、下草の内股は切れます。パワーがあります。飛ばされないように必死、松本大地の深澤です。さあ飛び込みますが、ですがどうしてもやっぱり回りきれば、さあ内股、体がひっくり返って、ま、回りすぎて一本気味の投げ技だったんですが、腹ばいに落ちたという判定ですね、はい、今のはどうでしょうか。技は非常に素晴らしい内股だったんですが、さあ主審と副審が駆け寄りまして、はい、審議が行われます。さあどうでしょうか。まあ、本来一本は背中から畳に付けるっていうので、まあそれにしてもうつ伏せになってしまったので、そうですね、ポイントはないという形になりますかね。はい、やっぱりですね、いやそれにしても下草すごい技を持っています。さあ松本大地、深澤は粘ることができるか、残り30秒、指導が一つ深澤についています。止まるわけにはいかないんですよね。このまま逃げ切ってしまったら引き分けでなってしまいますから、松本大地はなんとか抜きたいところですね、はい、さあ東海大さん、下草身長は同じぐらい、しかし下半身が安定しています、ね、体重で上回る下草、パワーで上回る下草が有利に試合を進めています。下草しっかり相手を見ながら深澤選手が飛び込んでくるのをよく対応していますね。東海大さんと松本大地、準決勝第一試合、注目の好カード、次方下草、東海大さん、松本大地、副将は深澤です。なんとか一発決めることができるか、小内刈りを飛ばしていく福沢、しかし無情にもここでタイムアップです。この引き分けは痛い松本大地、ね、松本大地は残るは大将の木崎選手だけですので、残り4人を相手にしない限りは勝利を手にすることできませんね。はい、下草が引き分けですので、ここで中堅の下方が東海大さん出てきますが、松本大地、大将は木崎です、この木崎、中学時代は全国チャンピオンになった選手ですね、はい、そして昨日の個人戦では無差別級を制して日本武道館行きを決めています。もうまさに1年生ながら松本大地、決勝への望みが託されます。ポイントゲッター木崎、下方君最初から積極的に前へ出ていますね。下方は重い選手、木崎選手、内股、さあ内股いけるか、あの内股で全国チャンピオンになった松本大地、木崎、さあどうだ、中堅下方、大将、もう勝つしかありません。木崎が勝つしかありません。松本大地、組手争い、さあここまでの試合展開いかがでしょうか。
ですね。下方選手が積極的に前に出てるんですが、技あれはつなげられないですね。それに比べて木崎選手の方が内股、さあ巴、まあ、巴が行く、はい、巴が行った、巴が行った、粘り強い。そしてさあどうだ、大外に行くが、これも粘った。やはり体重、体格という意味では下方が上回りますけれども、技が切れますね、木崎選手は、ね、長野県無差別級、昨日の試合を、大会を制しています。さあこれは下方がパワーで押していく、ね、振り回す、木崎を振り回す、いい組手ですよ。しかし木崎の組手になったぞ、右組手、木崎何の技を出してくるのか、頭を下げる、内股、払い腰、下方です、大外がりできます。木崎はどこからでも技が出せる。菅根武俊監督、おーしゃー、担いだ、内股ですね、内股渡り、はい、松本第一高校、木崎よく投げ切りましたね、今のは投げ切りました。技の入りは不十分でしたが、はい、やはり足腰が強いですね、木崎選手は、さあ技ありポイント一つリードです。松本第一高校、中学校の時は全国優勝を果たしている木崎、1年生ながらもう木崎が勝つしか松本第一高校決勝に進む術はありません。東海大さんにしてみれば、木崎選手に残り4人で戦えるので、下方選手どんどん積極的に攻めていって、さあこれはどうだ、内股、中堅下方を一撃必殺内股で破りました。いや最後片手になったんですが、最後までしっかり足をかけた上で回し切りましたね。一本取れる柔道というのは日本柔道の課題でもありますが、そうですね、まさに一本取れる柔道を見せてくれましたね、はい、勝負はこういうふうにならないといけないですね。まあ勝ち抜き戦というのは本当一人の選手がゲームの流れを変えるというのはありますが、はい、まさに松本大地いい流れを引き寄せています。さあ注目の副将が出てきました。副将は三村、そして松本大地はポイントゲッター木崎です。この三村選手も東海大さん、ね、90キロ級で個人戦を昨日制しています、はい、日本武道会級を個人では決めていますが、さあ団体戦、三村選手ちょっと下に、ね、防御姿勢という形で今指導を入れられましたね、はい、三村選手に指導が入りました。副将三村に指導が入りました。さあここまで木崎が有利に試合を進めています。1年生ながらポイントゲッター、中学時代は全国優勝の経験もある木崎、東海大さん三村なんとか止めることができるか。さあ組手争い、奥襟を持ちます。三村選手は絶対奥襟を取らせたくないですね。奥襟を取ったら本当に組手であっという間に木崎は有利な組手に持ってきますからね、はい、もうすでにもう自分の組手になっています木崎。さあ三村どうする、あの首奥襟をなんとか外したいところです、ね、内股がヒヤッとします。飛ぶんじゃないか、そのぐらいのバネを放送席からも感じます、はい、あやはり三村選手、さあ三村選手が指導2つつきました。僅差判定の対象となります。このまま逃げ切れば松本第一木崎の勝利。ここは攻めるしかありません。東海大三三村、松本第一木崎は右組手、そして三村は左組手です。喧嘩四つ、頭を下げさせます。もう本当に柔道をさせないですね木崎は、ね、内股、三村選手これは浅くかかったところから跳ね上げる、はいどうぞ、あそこから背負い投げとかの担ぎ技も行きたいと思ってるんですが、奥襟を抑えられてるのは体回せないですね。さあ指導が3つとなりました。もう東海大さん副将の三村はこれはもう技でポイントを上回っていくしかありません。さあこれはどうだ、面白い形で押し上げた。今の技はいかがでしょうか、有効を取りました、ね、木崎有効を取りました。今の技はいかがでしょうか先生。今のちょうど腰のあたりを持ちながら小外刈り、刈りもしなかったですけど、ね、本当にあの体を預けるような形で倒しました ね、 うね、もう勝利への執念がそうさせるのでしょう。木崎が有効一つリード、そしてこれも背負いから大外、はい、担ぎ技もあります。攻めますね菅根武俊監督、担ぎ技、刈り技、寝技、何を置いても木崎幸喜は一本が取れる、絶大なる信頼を置いていると菅根武俊監督は話しています。木崎選手はこのまま攻め続ければ
赤の三村選手指導4つ目となると反則負けになってしまうので、まだ大将が残ってるんですけどね、はい、東海大さんはポイントとしては東海大さんが上回っているんですが、松本大地の木崎圧倒的な存在感、ね、試合の流れが変わってきています。しかし息をはぁはぁと息遣いが放送席まで聞こえます、ね、木崎選手もやはり疲れてますね1年生、はい、そこをどう踏ん張ることができるか東海大さん三村、さあ支え釣り込み足のところ大内狩りで応戦します。木崎組手争い展開四つです。なかなかいいところを組ませません。残り34秒、さあ指導が来ました。まだ僅差判定2つ以上ありますから、このまま逃げ切れば木崎の勝利ということになりますね。もうすでにもポイントも取っているので、はい、指導差でのというのはないので消えますけれどね、はい、有効ポイント1つリードしてますからね木崎がね。さあ三村足を飛ばしていく、頭を下げる、残り17秒、一発かけたいところ。東海大さん副将三村、まあ有効ポイント取られてますからかけるしかありませんね。さあこのまま選手はなんとか有効ポイントで締め切ることができるか木崎。さあ残り秒数がない、東海大さん一発かけたいところだが、ここで試合終了のホイッスル。さあ副将と大将戦は大将が抜きました、ね、木崎が抜きました。ここで5分になりましたね。木崎選手よく有効取り、よく攻めたですね。でここからですね、お互い大将同士、はい、準決勝第1試合東海大さん有利に試合を進めてきましたが、勝ち抜き戦一人の選手が流れを変えます。松本大地ポイントゲッター木崎がここまで3人抜きました。大将戦に持ち込みました。さあ大将は平林、チームワーク全力プレーで日本武道館に行きたいんだ、ね、そう言ってましたが内股、はい、さあ気合を感じますね平林の。東海大さん平林内股で体を崩させました。松本大地木崎、さあ奥襟を取った、さあどうだ、一発があるぞ木崎には。さあ内股に行く東海大さん平林、どうだどうだどうだ、さあ内股で技ありをもぎ取りました。さあこれはどうだ、締め技だ、締め技一本を決めました。最後肩始めで一本取りましたね。いや準決勝第1試合ここまで試合の展開流れを変えてきた第一高校ポイントゲッター木崎、よく頑張りましたが立ちはだかりました東海第三大将平林、ね、やはり木崎選手にすれば3人はちょっとなかなか厳しかったですね。はい、さあ見事勝利を収め服装を正し礼に始まり礼に終わる柔道の基本、東海大さん平林が勝利。いやー好ゲーム、東海大さんと松本大地見応えありましたね。一人残しという形になりますね、はい、大将同士の戦い、はい、試合終了の挨拶、東海大さんが決勝に進みました。さあ今の試合第1試合ですが振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、やはり前半の、東海大さんの小林選手が、はい、3人まで頑張ったっていうところは大きく東海大さんの方に流れを持ってきましたね。はい、で茂木選手がやっぱ勝てなかったっていうところでは、はい、第一高校は残りの大将の木崎選手が、やはり3人抜き返すっていうのはなかなか厳しかったということですね、振り返ると。はい、松本第一高校キャプテンの平川選手3年の、まあ、鳥羽選手が全国優勝ということ で、ね、はい、まあ、本当に3年生がですね、2年生を鍛えてきた1年生を鍛えてきたという現状があって、もうその思いに応えるためにも全県優勝したいというふうに話していたんですが、残念ながら準決勝で敗れるという形になりました、うん、さあ東海大さん決勝進出です。さあ続けて準決勝第2試合、
ゲームが行われます。さあ佐久長聖先方から紹介していきましょう。先方は柳沢、次方は阿波羅、中堅は池上、副将は黒川、大将は橋場です。松代先方は轟、次方は森越、中堅は西村、副将は堀内、大将は吉原です。さあ注目のゲームですね。佐久長聖と松代のゲーム、試合をお伝えしていきます。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。佐久長聖高校は1回戦2回戦と、まあ、5人残しということで圧倒的に勝ち進んできました。対して松代高校はまた1人残しということで厳しい試合を乗り切ったところで勢い持っていけるかどうか、これが見事だと思います。さあ準決勝の一角、公立高校の松代高校、おっとこれは川島さん有効です。白の轟選手、柳沢選手の足をかわしながらひっくり返しましたね。松代高校轟ポイントです。有効を取りました。佐久長聖柳沢、そして松代高校は轟です。さあこれも担いだ担いだ担いだ、粘る。しかしここは待てです。佐久長聖と松代、佐久長聖の青木和人監督、新人戦で実は佐久長聖高校は松代高校に敗れているということもありまして、まあ、準決勝の松代戦は何が何でも勝っていく、ポイントを取って勝っていくという話がありました。対する松代高校水野監督ですが、公立校代表、この前は新人戦で2位に入ることができたが、公立校の代表の気持ちで戦いたいと本番前に話していました。この試合の前に話していました。先鋒戦が行われています。佐久長聖と松代の試合、柳沢轟、佐久長聖は柳沢、松代は轟です。柳沢選手右組み、おっとこれは足払いですね。足払い、これは有効です。足払い有効がつきました。白ポイント、松代高校轟、試合巧者ですね。ちょうど移動しているところを相手の足うまく払いましたね。足払いでなかなか高校柔道においてもあれだけ綺麗に決まる瞬間というのは見る機会がありませんけれどもね、はい、足払いで有効2つ。さあ佐久長聖柳沢先方、なんとかポイントが追いつきたいところです。残り1分30秒。さあ小外刈りを狙う構えですが、おっとこれは足が引っかかったが、体が崩れたが腹ばいになって落ちました。体落とし気味に柳沢選手技かけていますね。払い腰なのか体落としなのか際どいところですが、あの技には轟選手気をつけないとちょっと危ないですね、はい、さあ担ぎ技の構え、寝技勝負に持ち込むか佐久長聖柳沢。白子は轟選手背負い投げ、さあ手が離れてしまったので、はい、駆け逃げを取られましたね。轟選手に指導一つ引きました、はい、さあ先方同士の戦い、松代と佐久長聖準決勝第2試合です。さあ佐久長聖柳沢が積極果敢に攻めていきますが、今のところ松代高校先方の轟が有効を2つポイントリードしています。準決勝第2試合です。はい先生どうぞ。お互い喧嘩打つなので、柳沢選手大外刈りか払い腰を狙いたいという感じですね。さあこれ喧嘩打つですからね、柳沢選手は右組み手、轟選手は左組み手になります。まあ、組手争い、有利な組手を取った方が技をかければ有利に試合が進むということになりますが、なかなかいいところが取れません、はい、さあ指導が入りました。松代高校轟選手に指導が入りました。さあこれも投げ技、巻き込むような形で、はい、体落とし気味の巻き込み技ですね、ですね、はい、さあここは寝技いくのか。さあポイント3つリードです。松代高校轟選手いい動きを見せてますね。さあ佐久長聖高校柳沢先方踏ん張ることができるか。佐久平代表佐久長聖高校、うん、松代高校に押されています。さあ先方同士の戦い、待てが入りました。試合中断、残り時間は30秒。佐久長聖高校柳沢、ここは攻めるしかありません。ポイント3つリードを許しています。有効ポイント3つリード。さあ松代高校轟が上になる。残り秒数は20秒。時間が稼げるか。ここで待てです。17秒あります。残り秒数は17秒。先方同士の戦い、佐久長聖と松代高校。さあ佐久長聖としてはなんとかね、17秒で技あり以上のポイントを取りたいところですけどね、はい、さあどうなるか。試合巧者轟に対し佐久長聖柳沢、いいところを取ったらすぐ行くか、内股かわしていく。残り8秒、どうだ。これは待てです。残り4秒。轟選手
柳沢選手の内股の後うまく潜り込みながら背負いでかわしてますね。試合巧者轟、はい、さあ残り3秒いけるか、小外刈りいけません、ここで試合終了。松代高校轟、佐久長聖の先鋒柳沢を抜きました。さあ今の試合振り返って先生いかがでしょうか。いや轟選手相手の動きに合わせて、まあ、足技なり担ぎなりしっかり技しっかり投げ切れてるっていうところでは大変いい試合をできたと思います。さあ轟選手が一人抜きました。抜かれたので佐久長聖高校は時報が出てきます。さあ時報のあわら選手ですね。あわら選手も非常に試合巧者、そしてあわら選手なんですけどね、佐久長聖の指導がつきましたね。指導、はい、指導がつきました。轟選手お小内刈り技あり、あわら選手が上になるか、立ち技勝負です。佐久長聖高校青木監督に聞いたところ、あわら選手のおばあちゃんが元陸上のオリンピック選手だということで、まあ、スポーツ界のサラブレッド、柔道を始めたのは中学時代からということですけれどもね、ここまで有利に試合を進めています。ね、足技がいいですね。それとリーチがありますよ ね、 ね、手足長い、内股どうだ、あわら行くのか、取り抜きました。また追いつきましたね。追いつきました。好勝負が続いています。小諸市武道館第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会実況生中継です。さあ佐久長聖そして松代高校の試合をお伝えしています。時報のあわらが一人抜き返して、時報同士戦いに持ち込みました。森越君ですね。松代高校森越、ま、森越もパワーがありそうですね。はい、さあどうだ、大外から払い越しの連携、後ろにつこうとする松代高校森越、これは好勝負ですね。はい、先生、お互いリーチがありますので距離感から詰めていければお互いに払い越しや内股打った技、さあ組み手争い、さあ佐久長聖高校あわら流れを作っています。さあ松代高校森越背負い投げでしたが、はい、不十分のためこれはかかりません。待てがかかりました。2分21秒、団体戦は3分で行われます。試合時間、松代高校森越、おっと奥襟を取ったあわら、小内刈り飛ばしていく足を、リーチがある、あわらはリーチがあります。さあ飛び込みざま大外刈りを見せますが、さあ上になる、さああわら上になる、森越に対してどう攻めるか、一歩も引かない佐久長聖松代高校の試合、時報戦です。ここで待て、先生ここまでいかがでしょうか。はい、アーラ選手組みながらどんどん足技をかけているというところで積極的に前に出ている部分では非常にいいと思います。森越選手早く組めれば技かけれると思うんですが、ちょっと相手の組み手嫌いながらなのでちょっと遅くなってますね。さあアーラ選手組手争い、さあ森越選手本当に組手争いが、組手がうまい両選手ですね。ね、さあこれはまた大内刈り、体を預けていったがこれは場外です。しかし松代高校森越の大内刈りにヒヤッとする瞬間がありましたね。あわら選手ここでしっかり持てていれば最後まで投げ切れると思いますかね。佐久長聖と松代の試合、時報戦です。準決勝第2試合、第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会小諸市武道館から実況生中継です。第1試合では東海大三が決勝に進んでいます。東海大三と日本武道館、代表の座をかけて争うのは松代か佐久長聖か。さあ時報戦です。森越と佐久長聖あわらの戦い、リーチがあるあわら、しかし組手争い森越も負けていません。お互いなかなかいいところ持てないというところでちょっと攻めあぐねてますね。そしていいところを持ったらすごい、ね、今体が入って一瞬飛ばされそうな空気もありましたが、あわら必死でこらえました。さあ上になっているのはあわらです。森越帯を持って、そして右手を持ってひっくり返そうとしますが、ここで待て、動きが止まると柔道の場合寝技は待てがかかります。試合開始戦からまた再開となります。残り1分2秒、
佐久長聖高校、あわら、松代高校、森越、地方同士の戦い、一歩も引かない準決勝第2試合です。佐久長聖、松代高校。佐久長聖高校は新人戦、松代高校に敗れています。青木監督、なんとか勝つんだ、松代に勝って決勝に行く、そう話していました。お互いなかなかいいところ持てないので、組み際そこのところで技をかけ勝負に出ていますね。今もオーストンアリア入ってきました。はい、さあ一歩も引かない、組み手争いが激しい。残り29秒、勝利するのは松代、森越か、佐久長聖、あわらか。ポイントはありません。次方戦、さあ一歩も引かない、担いでいった森越、しかし体勢不十分、上になっているのはあわらです。寝技に行きません。待て、残り6秒、しかし6秒あればポイント取れるのが柔道ですから ね。さあどうだ、油断はできないです。森越どうだ、奥襟取った、松代高校、森越、佐久長聖、あわら、次方戦は引き分けです。いや、最後の勝負に出たところ、森越選手決めきれなかったところが惜しかったですね。松代高校、水野武正監督話しています。自分たちは公立高校、水野武雄監督で、はい、水野武雄監督は話しています。公立高校代表として戦っていくんだ、準決勝に進んでいるのは公立高校、松代高校のみ、その思い結実することができるか。さあ佐久長聖、中堅同士の戦いです。池上、松代高校は西村ですね、はい、キャプテン西村の登場です。軽量級ながら西村選手非常にいい柔道やってるので、相手が大きくても自信を持って柔道をやってくれると思います。さあ佐久長聖の池上はもうどっしりとしてますからね。まあ、重量差で身長体重ともに上回ります。軽量級の松代、しっかり組んでから飛ばしていこうっていうなんか姿勢が見えますね。池上選手、それはまずしっかり捕まえる、その上で技に入るっていう形ですね。さあ松代高校としては西村選手がどこまで頑張れるか。キャプテン西村、おお外払い、さあここは待てです。西村選手は大会前に話していました。松代高校は松代出身のみんなが多い、松代の地域が小学校中学校を育んでくれた柔道、その柔道を遺憾なく発揮して私立高校を破って上に行く、水野監督は話しています。自分たちの環境は恵まれているわけではない、しかし強くなりたいという選手を必死にサポートしていきたい、その一心でチーム一つに勝ち上がっていくんだと話していました。あっと、一瞬ですね、一瞬で勝負が決まりました。佐久長聖高校、池上内股一本、その前に払い腰入ったのを一回かわしてるんですけど、そのまま内股に入っていきましたね。払い腰からそれでも跳ね上げるんだ、その気持ちが内股一本につながりました。佐久長聖高校、池上中堅戦を制してポイント一つリード、一人抜きました。そして松代高校は堀内ですね、はい、副将が出てきました。堀内君頑張れるかですね。さあ佐久長聖、池上ここは一つ確実に返して追いつきたいところですね、松代高校は、はい、さあ堀内、これは相四つですね、はい、共に右組み手です、はい、体を振ります。さあ奥襟を取った佐久長聖高校、中堅の池上上になった、さあこれはどうだ、体を預けてひっくり返そうとする、体をひっくり返す、さあ返したら寝技に入る、上に乗る、上に乗っている佐久長聖高校、池上ここは堀内踏ん張りましたね先生、はい、体格差ある中でよく入ったとしのげだと思いますね。佐久長聖高校、池上一人抜いて一本強い投げ、一つリード。さあ副将の堀内は背負いの構えでしたが、ここは寝技に持ち込んでなんとか抑え込もうという池上の意図を感じます。さあ上になる、上になる、上になる、さあ縦四方入りましたね、入りましたか、上四方、上四方入りましたか、上四方縦四方、
いずれにせよ首と肩を押さえ込んでいます、はい、押さえ込みが入っています。押さえ込みは20秒で一本勝ちとなります。14、15、残り5秒、どうだ、返すことができるか、町野高校、横四方固めに、ね、横四方固めに移行して20秒一本勝ち。佐久長聖高校、池上が2人抜きました。今の試合いかがでしょうか先生。いや、池上君冷静に堀内君の攻めを返しまして、でしっかり寝技で抑えることができましたね。一本勝ち、2人抜きです。佐久長聖高校池上、大将吉原を引っ張り出しました。さあこの松代高校吉原としては何としてもこれは抜いていきたいですね。もう吉原君頑張るしかありませんので、積極的にもう技入っていくしかありませんね。あお、今の技切れます ね、 いいですね。さあ町野高校吉原、まだまだ試合は分かりません。切れる体落としを持っています。さあこれは裏技、腕を取っていく立ち技、ここまで切れる立ち技を見せています町野高校吉原。帯と右手を取ってひっくり返す構えでしたが立ち技を選びます。待て、2分26秒。準決勝第2試合、佐久長聖と松代の試合をお伝えしています。松代高校は大将吉原、佐久長聖高校は中堅の池上。ここまで佐久長聖がリードしていますが、吉原の技が綺麗、ちょっと試合のムードが一変しています。男子団体戦は勝ち抜き戦、一人の選手が強い選手がいれば空気を変えることができますからね、神本先生、はい、吉原選手このままポイント守りきれるか、できれば一本取りたいんですよね。そうですね。さあ吉原選手は左組手です。大内、大内、大内、ああどうだ、返される、これはどうだ、ポイント、ポイント有効かと思われましたが、はい、腹ばいでしたね。ポイントはありません。大内がありを返そうと池上君がしたのをさらに返そうと、非常にお互い粘りのある柔道をやってますね。足腰が強い、足腰の強さを感じます。佐久長聖高校、町野高校、準決勝第2試合です。佐久長聖は中堅池上、町野高校は後がありません大将吉原です。服装を正します。しかしここまでポイントで松代高校吉原が一つリードしています。有効一つ、はい、いや吉原選手は飛び込む形での体落としが入るのが非常にタイミング切れがいいんですよね、はい、残り1分47秒団体戦の試合、男女ともに3分の試合時間で行われます。さあ佐久長聖高校が中堅池上ポイントを追いついて試合を終わらすことができるのか、大将吉原が一つ返すのか、体を預けた、しかしこれは腹ばい、おっと吉原抑え込みです、抑え込み、しかしパワーがある、パワーがある松代、今朝固めで抑えられたんですけどね、今朝固め一瞬入りましたが、佐久長聖高校池上が体を抑え込み突きました、体を反転させて抑え込みが解けました。はい、大きな声を出します。佐久長聖高校池上気合を入れた、なんとかポイントで追いつくぞ、まだまだ体力ありそうですね、上本先生、池上選手もよく鍛えられているので最後まで粘ってくれると思います。さあ松代高校吉原、非常に技が切れます。立ち技が切れる選手、体落としで有効を奪っています。有効一つリード、町野高校大将吉原。さあ佐久長聖池上、声を出して気合を入れ直します。体を預けて、これはこれは抑え込み、ちょっと危ない体勢ですが、やはり体重がある分だけ寝技、池上選手うまい形で持ってきますね、はい、吉原選手はあの飛び込みながら相手の襟を引きつけたままひっくり返す、そこから寝技に持っていこうという、そういう入りでしたね今の。さあ後がありません松代高校吉原、ここまでポイント一つリード、抜くことができるか。さあ中堅の池上がひっくり返しましたが、これはポイントありません、はい、残り30秒で、これは締め技に入りますか、抑え込みに入りますか、ああこれは潰せになっちゃいました、吉原なんとか粘りました。
しかしこの体力を奪うという意味では本当に池上選手、ね、寝技に持ち込んでいい仕事をしてますね、はい、で吉原選手にしてはあと2人相手にしなきゃいけないので、あこれは裏技入りましたが、これも腹ばいに落ちました。残り15秒です。上になっているのは佐久長聖高校池上。さあこのまま逃げ切れば松代高校大将の吉原有効ポイント1つリードで抜くことができます、はい、残り9秒。さあ池上どうだ、裏技狙っていきますが、吉原選手はもう次の試合のことを考えてますね。さあ残り4秒。さあ一発狙っていく池上、残り1秒、試合終了です。さあ一つ返しました松代高校大将吉原、池上を抜きました。有効1つリードで池上を抜きました。先生いかがでしょうか。吉原選手出だし出場のところでうまく有効を取った問題、これからですね、はい、さあ副将黒川、佐久長聖高校黒川が出てきます。大将は一人抜いた松代高校吉原、キャプテン黒川が出ます。10月に怪我をした黒川、組手をですね怪我をした影響で変えるということが、背負いを持っている黒川、そのまま抑え込みに入りました。さあ背負いで技ありを取って抑え込みです。キャプテン副将黒川がっちりと決まった、解くことができるか松代大将吉原、技あり合わせて一本です。佐久長聖高校キャプテン黒川、怪我を乗り越えて組手を変えてなおこの試合に勝利しました。組際のいいところに佐久長聖高校松代高校の試合、そうですね、いや本当に上回りましたね黒川選手の背負いがね。さあ2人残しということになりますね、はい、はい、佐久長聖高校が松代高校に勝ち決勝進出です。これで男子団体日本武道館息をかけて戦われる決勝戦、東海大さんと佐久長聖の試合というこういう組み合わせになりましたね、はい、さあ準決勝2試合振り返ってみていかがでしょうか先生。ですね、東海大さんについては、まあ、最後木崎選手に追い上げられたというのをしっかり振り切ったというところでは、総合力ところで上回ったのかなと、続く佐久長聖についても、吉原選手一生取り返したんですが最後は、総合力で佐久長聖の方が頑張ってくれたと思います。はい、それでは続きまして第37回全国高等学校柔道選手権大会女子の決勝が行われようとしています。決勝に勝ち進んでいるのは松尾学園、そして佐久長聖高校が勝ち進んでいます。松尾学園は先方上原、次方中村、中堅が中村、大将が轟となります。そして佐久長聖高校は先方が馬場、中堅が中野、そして大将が山田となります。ここでルールの確認なんですが、先方は52キロ以下の中から選ばれた選手、そうですね、はい、そして中堅は63キロ以下から選ばれた選手、そして大将は各高校無差別ということで選ばれた選手が、代表となり戦われます。1対1の総当たり戦、ポイント戦が上回った方が、ポイントが上回った方が日本武道館の切符を手にすることができます。勝つのは松尾学園か、それとも佐久長聖か、決勝戦がいよいよ行われます。さあ小諸市武道館女子の決勝が行われます。松尾学園先方上原、佐久長聖は馬場です。佐久長聖キャプテン馬場、さあ試合が早い、試合展開が早いです。やはり先方は52キロ以下と定められてますからね、動きが早いですね。松尾の上原選手非常に最初からいい動きで相手の攻めてますね。さあ松尾学園山口康監督、道場には目指せ世界一という言葉を10年前に掲げた。例年に比べると特に小柄なチーム、しかし小柄でも勝てるんだ、全国大会につながる決勝戦望みたいと話されていました。
そして佐久長聖高校青木和人監督、チームワークは日本一だと思っている、チームワークで勝利をもぎ取りたい。さあ先方同士の戦いは上原と馬場、松尾学園は上原、佐久長聖は馬場ですかね。出血をしたようです。佐久長聖の馬場選手が鼻血が出たため、試合中断です。しかし本当に松尾と佐久長聖というと、佐久長聖の青木監督も言ってるんですが、松尾に勝って全国に行くんだ、うん、まあ、やはり松尾が強い時代というのが続いてますから ね、 ですね。過去にも昨年度についても津賀根選手、出口選手と、はい、世界に通用する選手も、うん、輩出しておりますので、はい、まあ、小学園非常にここ数年強いチームでありますね、はい。松小学園の山口康史監督は、3年生がですね、引退した後も2年生を鍛え続けていた、その思いも持ってこの大会に臨みたいと話されていましたけどね。佐久長聖高校、馬場歩美キャプテン、積み重ねた力を出し切り勝利したいと話しています。日本武道館に行くのはどちらのチームか。松小学園佐久長聖、決勝戦行われています。小諸市武道館から実況生中継。さあ先方同士の戦いです。佐久長聖馬場、馬場が背負いに行こうとしますが、そうはさせじと松小学園の上原です。さあ組手争い、馬場選手が右組手、上原選手は左組手ということになりますね、はい。喧嘩四つ、いいところがなかなか持てない両者です。今佐久長聖の馬場選手が場外指導を取られましたね、はい。指導が1つ馬場選手につきました。僅差判定は2歳以上です。指導が2つ以上の差があるとポイントとなります。そのままポイントがなければ、技のポイントがなければ逃げ切れば勝利ということになります。さあ担いだ、担いだ、ひっくり返った、有効、松小学園有効。上原選手背負い投げ、粘り強かったですね、はい、今の背負いはちゃんと止まったんですが、最後まで投げ切りましたね。松小学園上原背負い、粘って粘って有効ポイントをもぎ取りました。ここは一つ返しておきたいですね、佐久長聖高校ですね。キャプテン馬場、佐久長聖選手はこの前方の上原をうまく抑えられるかどうかが残りの展開につながってくる大事な場面なんですよね。さあ先方同士の戦い、男子は勝ち抜き戦ですが、女子は1対1の総当たり戦となります。俺も巻き込んだ、巻き込み技、技ありで す、 です、ね、今は払い腰、そのまま背負い投げから払い腰、はい、巻き込み技ポイント、技ありを取りました。さあ上原足を抜ければ抑え込み、足を抜いたが抑え込み、あと抑え込みましたね、抑え込みです、縦潮固め。さあこれはどうだ、抑え込みが7秒8秒9秒、まだ抑え込みは解けてないですね、横四方解けてないです、はい、どうしました。さあ抑え込みは20秒で1本、技ありを取っていましたので15秒で1本です。松尾学園合わせ技1本です。上原1本、先方同士の戦い、松尾学園上原、佐久長聖馬場、技が上回った上原が勝ちました、はい。上原選手も昨日の、個人戦では52キロ級で優勝しておりますので、はい、この階級では一つ頭出てる選手でありますので、はい、個人戦52キロ級日本武道館の切符を手にしている上原、確実に先鋒を取っていきました。さあ佐久長聖高校とはもう一つずつ、もう一歩も引けない戦いが続きますね。さあ中堅戦です。佐久長聖中野、松尾学園は中村です。さあこれも、あー背負った、佐久長聖高校中野積極果敢に攻めてますね。先方取られたのでもう取り返さなきゃいけないのですよね、必死ですね。中野はひっくり返します、体を上にありますが、松尾学園中村、さあ気合が入ります。佐久長聖高校中野、中野が取るしかありません。佐久長聖高校中野、中堅戦一つ返して追いつくことができるか、ね、背負いを、さあこれは大内から体が上になっているのは松尾学園中村です、はい。さあ寝技に行く中村、残り2分11秒、
日本武道館に行くのはどちらのチームか。松尾対佐久長聖、中堅戦、松尾学園の中村、佐久長聖中野、一歩も引かない戦い。先方は上原が取っています。松尾学園がポイント一つリード。佐久長聖なんとか踏みとどまれるか。1分51秒試合時間が経過していきます。お互い相四つでなかなか釣り手の方がうまくコントロールできないですね。松尾学園は中村担ぎ技を出そうとしているんですが、やはり組手が不十分だけに中野も中村も十分な技が出せませんね。ならないですね。さあ残り1分37秒、さあと大きな声は佐久長聖高校中野。さあこれは引き手を取ることができたか。なかなかいい組手を持つことができない佐久長聖高校中野。さあ松尾学園の中村はいい体勢になっているぞ。ここは技が出てくるのか。気をつけたいのは佐久長聖高校中野です。なかなか釣り手がいいところが持てませんね、はい。佐久長聖の中野はなんとか持ってほしい。大内狩り、大内狩り、中村大内狩りで追い込んでいった。これは場外です。場外待て。先方戦を制しています松尾学園。女子は1対1の総当たり戦、勝ち数が多い方が日本武道館の畳の上に乗ることになります。中堅戦なんとか取っていきたい。さあどうだ、巻き込んでいくがなんとかこらえた佐久長聖高校中野。上になります。寝技選手背中を持って内股持っていったんですけどね。いや中村選手も本当に巻き込み技がありますから、一発が怖い選手ですね、はい。残り52秒、ここで佐久長聖高校中野に指導が入りました。と一瞬ですが受けに回ったというところで審判の判断ですね。もうここは攻めるしかありません、はい。指導がもう一つつくと僅差負けということもありますので、ここは技をかけていくしかありません。佐久長聖高校中野、中村は内股、内股、しかし今組手争いです。なかなか十分な組手争いで十分な持ち手になりませんので、技がしっかりかからない状況がありますね。残り28秒、さあ体を預けていった。しかし腹ばい、佐久長聖高校中野体を預けて有効ポイントを上回おうという、まあ、そんな姿勢も見えましたが腹ばい状態で落ちました。ポイントはありません。ちょうど中野選手が中村選手の内股を外回りで返そうとしたんですけどね、中村選手内寄せでうまくしのぎましたね。さあ残り11秒、佐久長聖高校中野踏ん張れ、内股返し技、しかし届かない足が。残り2秒、佐久長聖高校中野踏ん張ることができるか。さあ体を預けるが試合終了。お互いよく技かけたんですけどね、はい。さあ中堅戦、松尾学園佐久長聖中村中野の勝負、引き分けに終わりました。佐久長聖にしては次一本がしない限りはタイには持ち込めませんので、はい、佐久長聖高校追い込まれてますね、はい。松尾学園の上原が佐久長聖馬場に対し一本勝ちを収めています。勝ち星が同じになった場合、技のポイントで勝敗が左右することになりますからね、はい。もう大将佐久長聖高校は一本勝ちをするしかありません。日本武道館の望みを託します。佐久長聖山田、そして松尾学園は轟です。さあ佐久長聖山田一本勝ちを収めて日本武道館の夢をつなぐことができるか。それを阻むか、松尾学園大将轟、体を預けていきます。佐久長聖高校山田、松尾学園は轟。さあどうだ。さあ松尾学園の轟は右組手、そして、はい、佐久長聖高校の山田は左組手、これも喧嘩四つになりますね、はい。さあ右の背負い、右の背負い、締め技を狙ってますね。あ、締め技を山田狙ってますね。締め技一本なるか、はい。さあ回る回る回る、締め技入ってるぞ、ね、入ってるぞ、締め技入ってるぞ、このまま行くのか。さあどうだ、松尾学園こらえることができるか。届き待てです。よくこらえましたね。届き、今通り選手、今一瞬締め技が完全に入る瞬間がありましたが、はい。さあ佐久長聖高校山田一本勝ちを狙っていきます。残り2分10秒、まだ時間はたっぷりあります。壁となって立ちはだかり、
武道館の切符を手にすることができるか松商学園。佐久長聖高校山田は右組み手、轟は左組み手、喧嘩四つ、なかなかいいところが持てませんね。真っ正の轟選手は一本勝ち、一本負けさえしなければチームとしては勝ちになるので、はい、そういうところも計算しながら動いてるんじゃないでしょうかね。残り1分43秒です。待てがかかりました。開始戦で試合再開。さあ佐久長聖高校山田は休むことなく攻め続けなければいけません ね。何が何でも取らなきゃいけないので、さあ前へ出るしかないです。松尾学園轟は一本負けさえしなければ日本武道館の切符を手にすることができますが、さあ上になります。寝技だと時間が取られる山田、立ち技で勝負したいところですが、松尾学園の轟が上になります。残り1分17秒試合時間は十分ありますからね、はい、さあ松尾か佐久長聖か。ここまで先方が勝っています。一本勝ちで勝っている松尾学園がリードしています。なんとか代表戦に持っていくためには佐久長聖高校山田が勝つしかありません。山田選手早く組み手を持たないとどうしても攻めれないですね。山田選手一本勝ちに持ち込まなければ並ぶことはできません。さあ内股腹ばいです。さあ上に乗っているのは轟、もう寝技は早く切り上げて立ち技で勝負したいところでしょうけどもね。轟選手にしては寝技で時間を稼ぐ、お互いそれぞれの思惑がありますね。残り41秒です。さあ指導がつきました。轟選手に指導がつきました。相手の袖口に手が入ってしまったということで指導を取られましたね。さあ佐久長聖高校山田残り30秒、一本勝ちで勝たなければ松尾学園が日本武道館の切符を手にすることになります。佐久長聖高校踏ん張ることができるか。山田頑張れ。残り24秒。さあ松尾学園の轟選手も一本も引かない素晴らしい試合を展開しています。さあ残り17秒、佐久長聖山田攻める。ここは待てがかかった。残り11秒。さあ一発にかけたい佐久長聖山田、逃げ切ることができるか。轟松尾学園このままいけば松尾学園が武道館の切符を手にするが、上に乗ったところで試合終了。日本武道館の切符を手に入れたのは松尾学園です。いや山田選手あともう一息追い切れなかったですね。轟選手の方がうまく技を受け流したというところでは巧みなポイントでしたね。さあ試合終了の挨拶お届けしてきました。佐久長聖高校松尾学園の試合決勝戦、優勝したチームが日本武道館、松尾学園が優勝、日本武道館の切符を手にしました。いい。さあ松尾学園、はい、ここ音声出して、音声。さあ決勝戦、熱戦が繰り広げられました。松尾学園と佐久長聖のゲームです。松尾学園が見事勝って優勝を決めました。それではここで監督インタビューをしたいと思います。松尾学園山口康監督、こちらの方にお願いします。そして、生徒の皆さん代表者1名、一言いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、こちらの方でお願いします。はい、それではですね、見事第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会を制しました松尾学園の山口康監督です。山口監督おめでとうございました。どうもありがとうございました。ここまで振り返ってみていかがだったでしょうか今大会。そうですね、まあ、ちょっと出場も少ないということなんですが、それでも、一つ一つの試合、気を抜くことができませんでした。全力で、戦ってきたということであります。はいはい、まあ、3月20日21日日本武道館で全国大会が行われますが意気込みをお願いします。はい、まあ、非常に小さいチームでありますので、
まあ、どこまでいけるか分かりませんけれども、精一杯戦っていきたいと思っております、はい、優勝した松商学園山口靖監督でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。続けて優勝しました、大きな声でお名前をお願いします。トリキャナナです。本当におめでとうございました。ありがとうございました。決勝戦、また今大会振り返ってみていかがだったでしょうか。自分は自分の取るところで仕事ができなかったので、もっと次につなげていきたいと思います。3月20日、3月21日はいよいよ日本武道館で全国大会が控えています。今の意気込みをお願いします。力も技もまだまだ身につけられると思うので、これからもっと全員で努力して頑張っていきたいと思います。見事女子決勝戦を制しました松商学園でした。本当にありがとうございました。会場の皆さん、大きな拍手をお願いします。さあ、この後ですが、いよいよ男子の決勝が行われます。勝つのは東海大三か佐久長聖高校か。実はこの大会の前にインタビューを取っています。まずはですね、東海大三、一体どんなコメントを残してくれているのか、試合前にお聞きいただきたいと思います。それではどうぞ。東海大三高校の小林雄介監督です。よろしくお願いします。お願いします。小林監督、ズバリ今のチーム状況を教えてください。まあ、新人戦優勝させてもらって、意識も高くなってきておりますので、本番が楽しみかなという状況です。東海大三、特に男子は優勝候補と言われていますが、チームの特色、どんなチームなのか教えてください。まあ、2年生中心のまとまったチームだと思います。まあ、体はちっちゃいんですけど、自分 あのやるべき柔道を分かっている子が多いので、まとまったチームに仕上がってきていると思います。ポイントゲッターは誰になるでしょうか。2年生の平林と、まあ、キャプテンの小林が塾になるんじゃないかなというふうに思っております。それぞれの選手の特徴をお願いします。まだ、試合の選手が確定したわけじゃないんですけど、まあ、平林が攻撃的な柔道をして、キャプテンの小林はもう試合の状況を見て戦えると。あともう一人ポイントゲッターを挙げると三村になると思うんですが、三村も体が非常に強い選手でですね、自分の仕事をしっかりできるような選手になってきているのかなというふうに思っております。まあ、選手権出場というのは、まあ、この時期大きなタイトルになると思いますが、ズバリ意気込みをお願いします。はい、やはり高校生で柔道やっていると日本武道館の畳の上で柔道するというのが、大きな目標だと思いますので、個人団体で、全国への挑戦権、獲得しまして、日本武道館で試合をしたいなというふうに思っております。続いて東海大三キャプテンの小林洋平キャプテンです。お願いします。お願いします。今のチーム状況いかがでしょうか。新人戦の時よりも仕上がってきていると思ってます。まあ、新人戦の時は長野県大会優勝、文字通り今回の優勝第一候補だと思いますが、ズバリポイントゲッター含めてどういうふうに勝ち上がっていきたいか教えてください。はい、エースの平林を中心に、一人一人がまず一つの勝ちにこだわって戦っていきたいです。勝ち抜き戦ということになりますけど、一つの勝ちにこだわってというのはやはり思いがあっての言葉でしょうか。はい、去年もギリギリのところで負けているので、まあ、先輩たちの分も含め、自分たちが選手権に出れるように、一つの勝ちにこだわってやっていきたいと思います。先輩たちの悔しさをバネに、今年こそはあの畳の上、武道館の畳の上を踏みたいということですね。はい、ぜひ、日本武道館に立てるように頑張っていきたいです。全国行くぞ。優勝を狙う佐久長聖高校柔道部、柔道場に来ています。男子柔道部、一体どんな意気込みを聞くことができるのでしょうか。キャプテンの黒川文也です。今日はよろしくお願いします。お願いします。選手権に向けて長野県大会、どんな意気込みをお持ちですか、教えてください。自分たちのチームは
絶対取ってくるというポイントゲッターがいないので、全員で一人つないで勝ち進んでいくというチームなんで、全員で協力して勝っていきたいと思います。キーワードはつなぐ柔道、これで武道館の畳の上に乗りたいとお考えということですね。はい、そうです。キャプテンとしてここまで引っ張ってくるのは大変だったと思いますが、今のチームの仕上がり具合教えてください。だいぶ雰囲気も上がってきて、いい雰囲気で試合に臨めると思います。保護者の皆さんも関係者の皆さんもこの動画ご覧になっていると思います。一言メッセージをお願いします。はい、県大会優勝して全国大会に出るので応援よろしくお願いします。佐久長聖高校柔道部監督の青木和人監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大会が迫ってきました、今の心境をお願いします。そうですね、私も生徒もそうだと思うんですが、緊張しているようなところですけれども、いや試合に向かってですね、優勝を目指して頑張りたいという一心でおります。はい、現在柔道場にお邪魔しているわけなんですが、まさにこの柔道場で合宿をしてから本番に臨むということなんですね。そうですね、やはりちょっと大会に向けてですね、生徒と寝食を共にして、一緒に食事して、一緒にフェルに入って同じところで寝て、ミーティングをして、試合に気持ちを一つにして向かっていくというようなつもりでやっております。はい、チーム一丸、心を一つにして大会に挑む、まさに直前の心境を語っていただきました。佐久長聖高校柔道部、文字通り県を代表する名門ですが、優勝候補の一角として、今大会どんな柔道を生徒の皆さんに期待したいですか。ですね、本校のチームカラーとしましては、チームワークがいいというところなんですけれども、どこに合宿に行ってもですね、長聖高校の生徒はまとまっていると、とてもいい生徒たちだということを言われるので、そのチームワークに関しては日本一だと私も自負しております。そういったものを使ってですね、チーム一丸となって、今年ちょっとポイントゲッターがいないので、一人一人つないでいって、仕事をしてですね、なんとか一人でも多く引き上げて勝って、それで優勝に目指していくというような形で試合を展開していきたいなと思っております。スノーグ柔道、そしてチームプレーで武道館の畳の上を目指したいということですが、やはり高校生にとってですね、武道館の畳の上というのは特別な存在ですもんね。そうですね、やはり日本武道館の畳の上で試合をするということは、もう柔道やっている者としてはもう夢であり目標であり、本当に私もそこで試合したことはないので、ぜひ生徒を試合させてあげたいという一心でおります。はい、最後になりますが、佐久長聖関係者の皆さん、この動画、音声をお聞きになったりご覧になったりしていると思います。ぜひ監督から一言メッセージをお願いします。はい、応援していただいている皆様の感謝を忘れずにですね、優勝を目指して戦ってきますので、どうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。武道館行くぞ。あー、東海大さん、そして佐久長聖、大会前の意気込みを聞きました。上川先生、今聞いていていかがでしょうか。ですね、それぞれ優勝を向かって一生懸命練習してチームをまとめてきたというのが感じられました。はい、東海大さん、小林監督ですが、去年は日本武道館の夢を果たすことができなかった先輩たちのその思いも持って頑張りたい。そして佐久長聖高校青木和人監督は、チームワークは日本一と思っている、つなぐ柔道で全国に行きたいと話されていました。勝つのは東海大さんか、それとも佐久長聖か、この後決勝戦が始まります。さあ、東海大さんですが、先方は下総、地方は三村、中堅は河合、副将は小林、大将は平林、佐久長聖は先方足立、地方に阿波羅、中堅に黒川持ってきました。そして副将が池上、そして大将が橋場ということになりましたね。はい、さあ勝つのはどっちのチームか、引き続き上川先生よろしくお願いします。はい、どうぞ。ただいまより男子決勝戦を行います。さあ、日本武道館団体戦で出られるのは1チームだけです。東海大さんか佐久長聖か。さあ、東海大さん、先方は下総、佐久長聖は足立です。
ボタン杯、その戦法をどう取るかっていうところかけてますね。支え釣り込み足ですかね、はい、今のはね、タイを崩しました。上に乗っているのは佐久長聖高校の上に乗っているのは東海大さんの下草です、はい、ここで待てがかかりました。残り2分47秒先鋒戦です。男子団体は勝ち抜き戦になります。一人の選手が流れを変える、先鋒同士の戦いどうか。東海大さんの佐久長聖、さあ下草が後ろに入る、寝技で挑むのか。返し技が本当に非常にうまい選手ですね、下草選手は、ね、下選手、あの返し技に佐久長聖高校足立は気をつけなくちゃいけません。さあ組際どうだ、奥襟を持った足立一発を狙う、いけるのか。これは腹ばいです。技をかけきることができませんでした足立。さあ東海大さん、下草が寝技に持っていくか。残り2分12秒です。まあどちらも体が大きい選手ですね。足立選手の方も身長ありますので、上から奥は下草選手の背中を取って内股払い腰狙ってるのかなと。それをうまく足技で、お、これは腹ばいですね。ポイントはありません、はい、1分59秒です。上に乗っているのは下草、ここで待てです。下草選手は足立選手が入ってくるところよく足技でしのいでますね。さあ気合を入れた東海大三下草、先方同士の戦い。佐久長聖高校足立は右組み手、下草は左組み手ですね。これは足払い、大内刈りから、さあこれはどうだ。足立大内刈りから体を崩しました。下草腹ばいに落ちました。ポイントはありません。日本武道館に行くのはどのチームか。あ、これはポイント、指導が入りましたね、はい、下草選手ちょっと受けに回っているので、はい、下草さんに指導が入りました、はい、これは払い腰。積極的に足立選手技をかけてますね、佐久長聖高校です、はい、さあ先方同士の戦い、佐久長聖高校足立有利に試合を進めています、はい、日本武道館の切符を手にするのは佐久長聖か東海大三か。これは足払い、これは腹ばいに落ちましたね、はい、ポイントはありません。下草選手足払い、 両サイドからうまいこと相手の動きに合わせて繰り出しますね、はい、一歩も引かない戦い、小諸市武道館で行われています。さあ組み手争い、うん、さあ足立が取ったいいところを持ちましたが、これは技をかけません。腹で帯を切る、腹で襟を切る、引き手を切るといった感じです。東海大三下草残り1分、さあどうだ、組み手争い、足立が、うん、足立今一瞬回り込み、ね、本当東海大さん下草、あの返し技がありますから ね、はい、あの本当に中途半端な指導が入りました。足立選手もしっかり持ってかけないと、あの指導対象になりますので、さあ下草に対し組み手争い、うん、さあどうだ、体を預ける、あ背中がついた、有効です。有効をもぎ取りました東海大さん、先方の下草、足立がひっくり返されました。背中をついて有効ポイント一つ、ちょうど横向いたところをうまく足払いましたね。体のバランスをうまく使って見事有効をもぎ取りましたね。さあ佐久長聖高校足立、残り秒数は30秒です。攻めるしかありません、はい、有効を取っているのは東海大三先方下草。下草選手も足立選手に上から持たれても慌てずに相手の動き見ながら足技をかけてますね、はい、もう逆に言うと30秒ですからしっかり組んで足立選手はかけていくということですね。ですね。ポイントを取られている以上はもう攻めるしかありませんので、足立選手は積極的に攻めてほしいですね、はい、第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会、3月20日21日日本武道館で全国大会が行われます。決勝戦、日本武道館の畳の上を踏むのは1チームです。東海第三佐久長聖の決勝戦、先方同士下草足立の戦い、さあどうだ、返し技を狙っていくが、返し技、これも有効、下草有効ポイント2つ取りました。密着したままそのまま小外掛けいってますね。残り秒数は20秒、返し技小外掛けで有効。さあこれはもう行くしかありません、佐久長聖高校足立、はい、行くしかありません。残り13秒、先方足立一発持っていくことができるか。さあこれも体を預けた、残り7秒、上になっているのは下草東海大さん、足立勝ち技に持ち込むことができるか、待てです。残り秒数は3秒、
先鋒同士の戦い、勝ち抜き戦。まず有利に試合を展開するのはここで試合終了。先鋒同士の戦いが落ち着いてますね。先鋒同士の戦いは下総が勝利を収めました。さあ姿勢を正します。服装の乱れを正します。礼に始まり礼に終わる柔道の基本です。しかし東海大さんにしては下総選手が勝ったってのは大きいんじゃないですか。まずここで先手を取るっていうのは大きいですね、はい、この流れの中で東海大さんが有利に展開していければいいと思うんですが、さあ佐久長聖、佐久平代表佐久長聖高校先鋒を抜かれました。時報で食い止めることができるか、流れを引き戻すことができるか。先鋒同士の戦いは東海第三。まず先鋒下総選手が勝ちました。さあ続いて佐久長聖高校阿波羅選手が入りますね。非常にバランスのいい選手、期待しましょう。阿波羅選手も足技、先ほどの準決勝で、さあ足を飛ばしていく、動きがいい、決勝に来て動きがいい下総。東海第三下総、支え釣り込みよし、腹ばいです。ポイントはありません。やはり体重差で体格で上回る東海第三下総、重心も低いですからね。試合巧者のあわらが崩してポイントをもぎ取ることができるか。足払いからここで待てがかかりました。お互い手を組み合っているということで、そうですね、指導が、はい、お互い手を組み合っているということで指導が一つずつつきました。さあ、あわら奥襟を持ったが支え釣り込み足、ボーッと取り決めました。東海大さん下総、まず入ろうとしてうまく合わせましたね下総君が。いや足技も切れますね。これで2人抜き、東海大さん先方の足立、次方のあわらが抜かれました。第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会決勝戦、日本武道館、全国大会に行くのは1チームです。東海大さんと佐久長聖の試合をお伝えしています。東海大さん下総先方で2人抜き、佐久長聖高校は中堅の黒川です。さあ黒川も左右の背負いがありますから、これは面白い試合ですね、はい、これ何が何でも佐久長聖とそれは取り返さないと、そこからひっくり返すというのは難しくなりますからね。体格差は互角です。技と技の攻めぎ合い、佐久長聖の黒川は怪我をして組手を変えてきた。もともと右組手だったんですが左組手に変えてきた、練習を積み重ねているということなんですけどもね、まあ、左右の背負いがありますから、はい、さあその組手を変え、自分の組手を変えるっていうのは非常に大変ですね。そうですね、はい、自分の利きの組手を変えてきたという状況がありますが、ここまで素晴らしい試合を見せています。さあここでポイント、指導がつきました。指導が一つつきました東海第三下総。ここは何としても佐久長聖高校中堅の黒川が抜かなければなりません、先ほどまでは下総選手相手の払い腰だった内股っていうのを、まあ、入ってくるところを合わせて足技が効いたんですが、さあ入った入った入った背負い、あこれは潰された。寝技勝負にはいけません。佐久長聖の黒川選手は担ぎ技で自身前に持っていかれるのになかなか足技が出せませんね。さあこれは小内狩り、小内狩り、さあ返していくが背中はつかせません。佐久長聖高校キャプテン黒川、自分が勝利をもぎ取って有利な展開に戻したい。東海大さんは先方下総、佐久長聖は2人抜かれて中堅の黒川です。さあここで指導が2つつきました。下総選手に指導が2つつきました。指導が2歳以上で僅差勝ちの対象となります、はい、しかし残り1分41秒ということを考えると、まあ、技でポイント取って勝利を収めたいというところもあるでしょうけども ね、 そうですね、黒川選手とすればポイントを取って次の、さあ強い戦につなげたいと思っていると思いますが、
さあここで待てがかかりました。残り1分33秒服装を直します。柔道着を乱れを正します。東海大さんと佐久長聖の決勝戦です。男子は勝ち抜き戦、試合時間は3分です。先方の下尾さんが先方次方佐久長聖を抜きまして、現在佐久長聖の中堅黒川がこの畳の上にいます。先方と中堅の戦い、佐久長聖黒川は佐久長聖を引っ張ってきているキャプテンです。ここで何とか抜き返しポイントを五分に戻したい、ね、中川選手はさらに追い込んでくると思いますね。さあ左右の背負い、左右の背負い、左右右左両方出ます。やはり背負い投げを、あ、ここで黒川選手にも指導がつきました。体を預けて足払い、お外掛け、さあこれはどうだ、体を預けたがこれはポイントにはなりません、腹ばいです。残り1分18秒力と力の戦い、東海第三下佐久長聖黒川寝技勝負にはいきません。佐久長聖高校黒川、東海大三志望さんもさすがに2人抜いての中堅戦ですから疲れも見えます ね。だいぶ動きは鈍くなってきましたね。さあここでポイントを奪うことができるか。さあ指導の指示が副将からありましたが、東海大三志望さんに指導がつきました。これで指導は3つです。このまま逃げ切れば佐久長聖高校黒川が勝利することになりますが、金差勝ちでどうなるか。さあ小外掛けに行きますが、いや本当にあの小外掛け返し技で東海大さんの下尾さんは1本取れる技を持ってますからね、はい、ここは気が抜けません。佐久長聖高校黒川背負い、左の背負いに入りましたが腹ばいです。ポイントは奪いません。下尾さん全員もよく粘ってますね。早い段階で試合を決めることができれば次の試合も体力を残したまま臨むことができますが、はい、そうはさせじと東海大さん下尾さん粘ります。さあ今のところ指導は2歳以上、このまま終われば佐久長聖高校黒川が金差勝ちということになりますが、副審が呼ばれました、はい、これは何かの審議がされているでしょう。それで東海大さんの下下選手にさらに指導を与えるかどうか合議しているのかなと思いますが、指導が与えられれば黒川選手有利になりますけどもね。ここで指導が4つ目になりますので反則負けということ で、 あ、そうですね、黒川選手の勝ちになりますので、はい、柔道は指導が4つ以上で反則負けとなります。さあどうだ、あ、来ましたね、指導が来ました。反則負けで抜きました。佐久長聖高校中堅黒川、先方下草を止め抜きました。東海大さんは三村が来ます。東海大さん三村、佐久長聖高校黒川です。さあ三村選手も個人戦で代表の座を得ている素晴らしい選手ですから ね、はい、さあ大内軽で体を崩していきます。東海大さん三村、三村選手はこのところでどんどん攻めて黒川選手にあの疲れをどんどん合わせていかなきゃと思って攻めていると思いますね、はい。東海大さんの三村選手ですけれども、90キロ級で昨日の個人戦を制しまして日本武道館個人としていくことも決めています。団体でも勝利をもぎ取ることができるか、そうはさせじと佐久長聖高校踏ん張ることができるのか。現在黒川選手が鼻血でしょうか。そうですね、はい、怪我のため試合が中断していますが、はい、さあ残り2分45秒佐久長聖黒川、さあ小内刈り技が決めます。三村90キロ級の代表です。しかし団体戦は個人の結果ばかりではありません、はい、チームの気持ちを一つに団体戦で力を発揮する選手はたくさんいます。佐久長聖の黒川、武道館への思い結実することができるか。東海大三村、さあこれは巴投げの構えですが、はい、寝技にはいきません。2分19秒待てがかかりました。東海大さんは三村次方です。佐久長聖は中堅の黒川、さあ組手争い、時間は刻一刻と過ぎていく。
佐久長聖の黒川としてはいいところを持って左右の背負いを出したいところですけどもね。そうですね、黒川とそれを何としても取り返して対それ以上に持ち込みたいという気持ちが強いと思いますが、しかしやはりさすが東海大さんの三村、いいところをなかなか持たせてくれませんね。ね、さあ佐久長聖高校黒川、さあ左右の背合い、今のところ左組み手襟を持っている状態です。しかし三村も担ぎ技を出してきました。はい、やはり東海大さんの三村も担ぎ技ができる選手ですから ね、お互いに担ぎを持っているというところではいつでも一本取れる、はい、その緊張感の中で黒川さんちょっと受けに回っているところで指導が来ましたね。佐久長聖高校黒川に指導です。さあ三村は小外掛けからタイムを崩そうとしているところ、小外掛けから背負いの流れですね、先ほどからよく見られます連続技、小外掛けから背負いの流れを見せますが、ここは読んでいる黒川、上になって待てがかかりました。さあ残り1分24秒今のところポイントはありません。黒川に指導が1つついています。指導は2歳以上で僅差判定の対象になりますから、佐久長聖の黒川は休むことはできません。自分から積極的に技をかけていかなくてはいけません。さあこれはいいところを持てましたね、はい、しかし持てたのは一瞬、その一瞬の間に技を出せることができるのか。おっとこれは、あここは待てがかかりました。顎にかかったので待てがかかりましたね、はい、残り1分1秒です。佐久長聖高校は中堅黒川、東海大さんは次方の三村です。全国大会に進むのは東海大さんか佐久長聖か。男子の決勝、小諸市武道館から実況生中継。さあ黒川は左組手、三村は右組手、喧嘩四つ、いいところを持てるのは一瞬です。その一瞬の間に技を出すことができるか、技を出すことができるのはどちらか。三村が背負いに行きました。しかしこれは腹ばい。決勝戦、一瞬の気も抜くことはできません。残り38秒、お互い左右の担ぎ技等ができるので、どっちが体を向いているかで右の技をかけるのか左の技をかけるのかでいい勝負続いてますね。さあ佐久長聖高校、ここは踏ん張れ黒川、そうはさせると東海大三村、担ぎ技を出しているのは黒川、しかし三村も足を飛ばしていく、上に乗っているのは三村、しかし立ち技勝負を望みます。立ちました、寝技にはいけません。残り25秒、さあ黒川選手少し足の痛みがありますかね。ここで少し試合中断です。先ほどの鼻血の処置が不十分だったんですかね、はい、さあ残り25秒です。さあ一人抜いた黒川、なんとか残り秒数20秒にかけてほしい。佐久長聖高校キャプテン黒川、東海大三村上に乗りました。佐久長聖高校黒川寝技勝負、残り10秒、回してさあ回るか、寝技勝負かけた、この寝技にかけている黒川、うん、あ残り3秒ありましたね。なんとかひっくり返そうという意思は伝わってきましたね、はい、さあ残り2秒、黒川行くか、足を飛ばしたもののここは引き分け。佐久長聖高校中堅の黒川、東海大三次方三村引き分けです。この試合振り返っていかがでしょうか。ね、黒川選手もう少し攻め続けたかったっていうところですね。三村選手は作戦とすれば引き分けができれば十分のつもりで攻めてたんじゃないでしょうかね。さあ勝ち抜き戦で行われています東海大三と佐久長聖高校決勝戦、日本武道館の畳の上に乗るのはどのチームか。東海大さんは中堅の河合、佐久長聖は不祥の池上です。さあ佐久長聖としてはここは取っていきたいですね。ですね、ここで取り返さないと。さあ池上選手も準決勝では3人抜いてましたからね、期待したいところですが。さあこれは背負い入った、
見事な背合いでしたね、上本選手。ちょうど立ち際のところに背負い投げうまく入りましたね。上本先生素晴らしかったですね、今の背負いは、はい、東海第三中堅河合、見事な背負い一本勝ち、佐久長聖池上を破りました。さあ後がなくなりました、佐久長聖高校。大将は橋場、東海第三中堅の河合、このまま勢いのまま決めることができるか。さあこれは背負いだ、上に乗るぞ、上に乗るぞ、橋場が上に乗るぞ。しかしここで待てです。展開早いですね。さあ佐久長聖橋場、武道館の道へをつなぐには橋場が勝つしかありません、佐久長聖高校。しかし見事な一本勝ち、流れは河合にある。この流れを食い止めることができるか、佐久長聖高校。大将の橋場、共に担ぎ技を持っています。さあ上に乗った、上に乗ったのは中堅の河合、東海大さん上に乗りましたが、ここで待て。橋場選手は止まってられないですね、どんどん動いて技をかける。さあ佐久長聖高校、橋場動くしかありません、ここを勝つしかありません。佐久長聖高校は大将、もう後がありません。中堅の川を破り、小林、平林と歩みを進めることができるか。待て、残り2分4秒です。東海第三河合、中堅、佐久長聖は大将、橋場。さあ橋場動きを止めてほしくない。ここは組手争いです。橋場は右組手、東海第三河合は左組手、左から一本勝ち有効。立ちに行ったところ後ろに返されましたね。佐久長聖高校、橋場有効を取りました。いやー、これは執念でもぎ取った有効ですね。つなげるんだ、中堅の壁を破り、副将大将へと思いをつなげるんだ。佐久長聖高校の思いが伝わってきます。日本武道館全国大会の畳の上に乗るのは佐久長聖高校か、それとも東海第三か。さあこれもひっくり返した、しかしこれはポイントはありません。さあここまで有利に試合を進めています、佐久長聖高校。大将橋場、中堅の河合に対して一歩も引きません。残り1分20秒、時間はいっぱいありますからね、はい、さあ大内からどうなるどうなるどうなる、これが有効、河合選手が有効を返しました。橋場選手が並びました。さあ河合選手がそのまま関節技を狙っていく、はい、ね、粘ることができるか、粘ることができるか、佐久長聖高校橋場、粘ることができるのか。ここで待て、よく粘りましたね。さあ上本さん、残り1分になりました。さあ東海第三河合、大将橋場、佐久長聖高校、もう後がありません、ね、橋場選手はもう攻めるしかないですもんね。大内刈り、大内刈り、大内刈り、いけるか。あ、日本武道館の切符を取りました。最後は橋場選手いけると思ったんですが、最後うまくひねられて合わされましたね。佐久長聖高校橋場、思いのこもった大内刈り、しかもそれを上回る気迫で東海第三中堅の河合が勝利をもぎ取りました。礼に始まり礼に終わる、見事勝利を収め、東海大さんが日本武道館の切符を手に入れました。東海大三佐久長聖高校の試合、決勝戦見事東海大三が勝って全国大会出場の切符を手に入れました。それでは優勝を決めた東海大三小林雄介監督、そして代表者1名よろしくお願いいたします。試合終了後の感想をお聞きしたいと思います。はい、それではこちらの方にお願いします。
見事優勝を決めました東海大三小林雄介監督です。おめでとうございました。ありがとうございました。会場から拍手が送られていますが、今大会振り返ってみて監督いかがだったでしょうか。いや本当に子どもたちがですねよく頑張ってくれて、私も感謝します。大会前に東海大三にお邪魔した時には先輩たちの雪辱を晴らすんだ、気合の入った子どもたちの一つ一つの動きを見てほしいという言葉がありましたが、いかがでしたか。本当に、練習でですね、去年負けて悔しい思いをした3年生がですね、稽古をつけてくれまして、本当3年生の分も勝ってよかったかなというふうに思います。いよいよ全国大会3月20日3月21日もう次の壁が見えてきましたが、この全国大会長野県代表としてどんなお気持ちで挑もうと思われているのかお話しください。目標である日本一に向けてですね、子どもたちと一緒にまた一から頑張っていきたいと思います。日本一が目標と話してくれました。東海大三小林雄介監督でした。ありがとうございました。じゃあ続いて元気にお名前をお願いします。東海大学附属第三高校柔道部主将小林翔平です。小林キャプテン、振り返ってみていかがでしたか。今もう泣きながらのインタビューですが。いや、もうすごく嬉しいです。その涙は何が要因だと思われますか。いや、もう先輩はじめもうチームメイトがしっかりもう支えてくれて、本当にみんなで勝ち取った勝ちだと思ってます。優勝するんだ、その思いで寒い道場の中練習を積み重ねてきたと思います。いよいよ全国大会、先ほどの小林監督の話では日本一を目指すんだ、力強い言葉を聞くことができました。キャプテンとして今の気持ち、全国大会の意気込みお願いします。長野県の代表として日本一目指してまた練習一から練習して全国で戦っていきたいです。東海大三キャプテン小林選手でした。会場の皆さん、改めて大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。第31回第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会、実況生中継 FM 佐久平製作でお届けしてまいりました。放送席に戻りたいと思います。解説を担当してくださったのは松本工業上本先生でした。上本先生、今大会振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、どのチームも、全力を尽くしていい試合をやってくれたなと思います。特に東海大三チームの総合力として、全国大会への切符、女子についても真小学園、それぞれいい試合をして、また全国で活躍していただきたいと思いますが、男子の代表は東海大三、女子の代表は松小学園ということになりましたが、共に決勝では佐久長聖高校が挑むという形になりましたが、今大会佐久長聖振り返ってみていかがでしょうか。ですね、佐久長聖高校非常にチームワークよく常に練習のところでも大きな声を出して頑張っているというところで非常に素晴らしい生徒たちだなと感じました。いよいよですね、長野県の代表として東海大三松小学園、男女ともに挑むわけですが、どんな気持ちを持って長野県代表として全国大会の日本武道館の畳の上で、競技してほしい、柔道をしてほしいとお考えですか。ですね、長野県着実に力をつけています。最近なので決して上位を狙えない、学校ではありませんので、一つでも多くいい記録を目指して頑張ってもらいたいと思います。はい、全国大会は3月20日男子女子個人、3月21日男子女子団体が行われます。個人戦代表で選ばれた皆さんもそうですが、今日日本武道館行きを決めた長野県代表東海大三松小学園の皆さんには本当に素晴らしい活躍を期待したいと思います。最後に上本先生、一言お願いします。ぜひとも全国では、一つでも多く勝って、長野県を、世の中に知らしめてもらいたいと思います。期待します。はい、解説は松本工業監督、柔道部監督の上本圭介さんでした。上本先生、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会
第1子優勝は東海第三高校、女子は松商学園、見事勝利しました。本当に長野県の柔道マン、柔道ウーマンの思いを持ってですね、全国大会に臨んでほしいと思います。小諸市武道館から失礼します。 FM SAC DIRA Sport Special Program 第37回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会、実況生中継。